超いい感じ、超いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林太郎です。はい、今日もね楽しく蝶々の話をさせておこうと思うんですけど、はい、暑いですね皆さん。いや、まあ夏ですね、夏暑いのもスイカ食べたくなりますね、暑いと。はい、まあ暑いね、そんな日々を過ごしてるんですけど、僕は毎日蝶々活動腸活してますよ。はい、ということで皆さん暑い日どんなように過ごしてるでしょうかね。家クーラーついた家でね、ゆっくりアイスクリーム食べるのもいいし、外に出てかき氷食べるのもいいしね、皆さんいろんな過ごし方されてますよね。そこで皆さん、大紫夏どうしてんのやろうって思わないですか？思うでしょ？そうでしょ、みんな思いますよね。そうなんですよ。はい、ということで、まあ今日はね、成虫ではなく次世代の大紫、今一例幼虫、二例幼虫、三例幼虫っているんですけど、この大紫の幼虫たちが夏どのように過ごしているかっていうのをね、ちょっとね今日はね見ていただこうかなと思います。皆さん想像してください、夏どうしてると思いますか？幼虫たち面白いですよ、これがまた面白いんで、ぜひね実際のその様子を見ていただいて、またね最後ちょっとまとめ動画撮ろうと思うんで、最後までね楽しんで見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ大紫の様子見てみましょう。レッツショー。はい、ということで夏の大紫どうしてるか見ていただこうと思います。今ねこの画面の右に映ってる幼虫、二例幼虫なんですけど、この幼虫はねちょっと葉っぱにね寝そべっていますけど、ちょっと左側ちょっと立ち上がってんの分かりますか？そうなんです、ちょっとこれでこっちに移動してみると、そうです、この子です。このように実は大紫の幼虫は暑いと立ち上がるんです。すごいでしょ、これ立ち上がってるんですよ。他にもいますよ、画面で言うともうちょっと右、あ、こっちもこう、そうもそうですね。こっちの子もほら見てください。こうして葉っぱから立ち上がってるんですよ。暑いからね、立ち上がって、暑さを軽減させようとしてるんですよね。すごいでしょ、これ。まあおそらく、寝そべってるとね、横になってると体全体に熱が浴びるから、立ち上がることでちょっとでもね、熱をこう浴びないようにしてるんじゃないかと言われています。だから少しでもね、暑さを軽減するために立ち上がってるということなんですよ。すごいでしょこの子たち、考えてるんですよこの子たちも。ということでね、ちょっとね温度測ってみましょうか。今の気温がこちらです。はい、37度3分ですね。これを葉っぱの上ね、どんな温度かっていうのをちょっとこうつけて測ると、こう触れさせるだけで温度が上がっていくんで、見てください。37度、あ、ずれてた。もういいんじゃないの？お、ちょっとストップかな？はい、止まりましたね。41度4分ですね。こんな風にですよ。この葉っぱの上にこうつけてるんです。葉っぱの上につけることで、そこの温度が上がるんで、41度4分。41度下がったんで、そうですね。41度4分です。葉っぱの上の気温。気温というか、温度。だから、すごい温度なんです、葉っぱの上。だから、そうか、あんまりこうね、あ、まあでも浮いてるな、幼虫浮いてるけど、体がね暑いから立ち上がってるんですよ、葉っぱの上暑いから。はい、ということでご覧いただけたでしょうか。いやー、すごいでしょ、幼虫すごいんですよ。こうね、普通はこうね横になってるんですけど、暑さこのままやったら太陽がずっとこう当たると、それでこう立ち上がることによって、この火の当たる面積を少なくしていると言われているんです。さらに葉っぱ驚きましたね、めちゃめちゃ暑かったでしょ。気温が 37.3 度ね、 37.3 度だったのが、葉っぱの温度、葉っぱで直接触れさせた葉っぱの温度を測ったところ 41.4 度ということで、 4.1 度も違いましたよ。熱々なんですよ、葉っぱ。びっくりしましたね。でもこんなに暑いと思わなかったです。だからそれは幼虫ね、葉っぱから照り返し暑いんでこう立ち上がってるというわけですね。さらにですよ、だからね、こそ、じゃあ水あげたらいいやんって思うけど、この暑い時に水あげてしまうと、もうね、暑すくなっても、ね、ネットになってしまうんですよ。ダチョウクラブのネット風呂みたいになっちゃうんですよ。暑いってなっちゃうんで、水をかけてあげるのも、朝か夕方。まあ、できたら夕方の方がいいと思いますね。朝もね、すぐね、暑くなるんで。だから僕は大体ね、6時とか7時頃に来てね、あの、葉、
キに水かけてあげてます。まあ、幼虫が涼しむのと木のためでもあるんですけど、エノキの芽を出さすためでもあるんですけど、水をかけてあげるようにしています。だいたい6時頃かな ?6 時頃に来てやってます。というように、大紫どっちも暑いんですよ。みんなも暑いけど、大紫も頑張ってるんで、みんな一緒に頑張りましょうね、という今日は動画でした。はい。ではまた次回、蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら、蝶なら、蝶なら。